長の服部智則です。令和3年8月17日に国が緊急事態宣言を9月12日まで延長したことを受け、千葉県は対策期間を延長するとともに、混雑した場所等への外出の半減の徹底などの内容を追加いたしました。本市の対応といたしまして、8月20日に八千代市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、公共施設の開館時間を20時までとする等の対応を継続するほか、ふるさとステーション等の公共施設において混雑を避ける対策等について方針を決定いたしました。本市の新型コロナウイルス感染者数は過去に例のない規模で急増しています。千葉県は感染力が強く、病原性も高いデルタ株に置き換わりが進み、急速に感染が拡大する今の感染状況を災害レベルとしています。本市の救急搬送や受け入れ医療機関も非常に厳しい状況にあることから、市民の生命を守るため市を挙げて対応しております。また感染拡大抑制の鍵である若い世代へのワクチン接種についても、12歳以上の市民全員を対象にワクチン接種予約を開始しており、次の予約開始は8月30日、31日を予定しております。最後に、感染を疑う症状が出たり感染した場合などのために、市ホームページ、発熱などの症状があるときの相談や受診について、感染が疑われる人が家庭内での注意することをご参照いただき、感染拡大防止に向けた適切な対応をお願い申し上げます。また事業者の皆様には、内閣官房のホームページにおいて業種別ガイドラインを掲載しておりますのでご参照いただき、再度事業所内の感染防止対策の徹底をお願いいたします。この危機的状況を乗り越えるために、市民の皆様お一人お一人の感染拡大防止に向けた行動が重要となります。何卒ご協力のほどお願い申し上げます。